ミックスボイスが、これが境目ですね。ラッパーとシンガーの。今回ラップじゃなかったんで、すごい不安な部分がめちゃくちゃあったんですけど、このチェストボイスでプワッて勢いで行くのが癖になっちゃってたもんだったんで、ミックスボイスっていうその裏声との中間部分みたいな出すのがすごい、まあ、苦手だなってめっちゃ気づいたんで、ボーカルはこれやってんだっていう、難しい。ただただハイトーンも出るだけじゃなかなか作品にはできない。 BOT まで少しまだ時間があるんで、まあ、レコーディングの後もしっかり精度高めてパフォーマンス磨けたら、共に磨いて最高のステージにしたいなっていうのはあります。はい、食らいました。ボイドレします。ブルーさん、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。あはははははは、はい。